はいどうも、ラビオロシの津田です。現在ですね、ラカンドンっていうメキシコの大きな森に来てるんですけど、ここにはですね、彼のようなラカンドン人っていう人が住んでいて、メキシコの中でも一番古くからのマヤの歴史を守り続けているこのラカンドン人のこの森の中での知恵とかっていうのを映しました。というわけで動画スタートです。ラカンドン人とはメキシコ南部の熱帯雨林にて300年ほど前から住み始めたマヤ系民族です。スペインの侵略から逃れ、ほとんどのラカンドン人は20世紀中盤まで外界との接点がなかったため、そのままの文化、伝統、人々、宗教が残っていると言われています。ほら、ベネスタルです。この動画では僕が森の奥地まで行き、そんな伝統的なマヤ先住民族の実態を調査していこうと思います。はい、おはようございます。というわけで朝の4時半です。現在ですね、オーセーセーっていうサンクリストバルのバス停ですね、バス停に着きました。もうサンクリストバル そのセントロ中心の方で数日前に出会ったラカンドン人の方々がいるんですけど、その人たちが来てくれて一緒にラカンドンまで行くっていう感じですね。というわけでそのラカンドンの方たちをまず待ちます。はい、というわけで現在5時40分になりました。はい、5時に出発っていうはずだったから4時半過ぎぐらいにもう俺ここ着いたんだけど、いやー来ないっすねどこいるんだろうな。はい、どれだけ待っても彼らが来ることはなかったのでね、もう僕は一人で行くことを決意しコレクティーボに乗り込みました。7時20分ようやく出発らしいです。こちらのバスもね、あと20分に出るよって言われてから1時間20分ぐらい経ちましたけどね、まあそんなことは気にせずラカンドン楽しんでいきます。サンクリストバルからラカンドン人が住んでいるラカンハという集落までは3つのコレクティーブを乗り継いでいかなければなりません。ちなみに今回のラカンドン調査はだいぶとお金がかかってしまうので津田一人との調査になっちゃいました。大塚はサンクリストバルで待機です。1個目の経由地点のおこしんごっていうところに着きました。よし、いやもう乗り換えないと。あれかな、あれかな。ほら、ベナサルです。アドンデバスバレンケ、バレンケ。カントクエスタシエンシエン、オッケー。もうだいぶと時間押しちゃってるのでね、次の街パレンケまで行くコレクティーボにすぐに乗り込みます。2つ目の経由地点パレンケっていうね街に着きました。まあ、結構大きい街なんですけど、ここうまそう、うまそう。サルというわけでこのパレンケという街にて最終目的地のラカンハイキのコレクティーボを探していたらね、トラベルエージェンシーのおっちゃんが場所を教えてくれました。いやー助かりました。正直ね、全然ネットで調べてもね行き方全然載ってないんですよ。日本語だとね、すごい情報がなさすぎる。まあ、英語でもないんだけど。あ、OK、よしよし。なんかもっとワイルドななんか乗るもので行くんかなと思ったら、意外と普通のね乗る屋番ですね、今までと一緒。ジャングルの中まで行く車にしては意外とこんな感じの普通のコレクティーボでしたね。前に乗ってた人が残したであろうこのゴミがあったのもね、もはやメキシコらしくていいっす。というわけでついに最後のコレクティーボに乗ってラカンドンに向かいます。果たしてね、数百年間現代社会から完全に隔絶された生活を行っているラカンドン人とはどんな人たちなのか、ジャングルで何が待っているのか、ついに全貌が明らかになりますよ。¿Quién te venía? A la cabaña, ¿verdad? Ajá, sí, sí. ¿Así? ¿Vamos pues? De Regina. Ah, sí. Ajá. Sí. ¿Cuánto cuesta? A 30. ¿30? Pues ah, sí. Ah, ok. ¿De ahí no podemos pasar a pagar? ¿No entiendes casi español? Ah, poquito. Poquito. Todo lo que de. Ichibora Kanha. Ichibora Kanha ni siquiera puede. これが入場チケットです。
¿Cuántos años tienes? 13 años. 13 años. コレクティーブを降りた場所から少年のトゥクトゥクに乗ってさらに奥地まで進んでいきます。まずはパレンケのトラベルエージェンシーのおっちゃんに教えてもらったラカンハで一番安いらしいホテルまで向かいます。意外と普通の家だなこの辺は。あ、今ツーリストだった。イエガモス、ボカナレギナ、ほら、ベナスタルです。なんか意外と小綺麗なところに通されたな。ここが一番安いって聞いたんだけど。ラカンドンのジャングルのど真ん中に立っているこちらのホテル、想像していたよりも全然綺麗でちょっとびっくりしました。もちろんこのように綺麗なトイレとシャワーもついています。ここが200ペソらしいです。200ペソ、1000円か。でもまあ、うん、そうだ、もうここでいいや。宿選びにあんま時間使ってられんからな今も。よし、ここにしよう。宿にやっと着きました。ここがラカンドンのジャングルのど真ん中にあるカバーニャです。まあ一応森には着いたわけなんですけど、まだまだね、なんていうか何も分かんない状態で、ちゃんとした伝統的なラカンドンの生活をしてる人たちがどこにいるのかとか、そういう人たちにこういろいろ連れてってもらえるにはどうすればいいのかみたいなのをこれから聞いて、そのアクティビティに参加するみたいな形ですかね。あー、4時前、3時52分、9時間ぐらいかかったの全部で。7時過ぎにサンクリストバルだったかな。いきます。ジャングルで生まれ育った現地の人がラカンドンのジャングルを案内してくれるというツアーがあるというのは事前に聞いていたので、ホテルのレセプションのお母さんにね、どういうツアーがあるのかなどをちょっと聞いてみました。いやー、高いっすねー。にしても全てが高いな。もう完全に観光地価格になってるというか、まあ現在のもうラカンドンは収入のほとんどみたいなのをもう観光業で賄ってるらしいんで、まあしょうがないっちゃしょうがないし、まあある程度予測してたことではあるんですけど、ただここまで来たらもうやるしかねえからな、行くしかないから、森のレポートをねしっかりとできれば、まあ結構いいんじゃないかなと思います。頑張ります。というわけで、ものの数分で僕をジャングルに誘ってくれるラカンドン人の青年がやってきてくれました。あ、すほら、ロドルフォ、ロドルフォ、mucho gusto, ロドルフォ、gracias. あ、¿cuántos años tienes? 20. Aquí por donde vamos a entrar, ¿puedes quitar tu cubreboca? Ah, ok. Estamos aquí en la selva La Candona, como ves, nosotros estamos acostumbrados a usar la selva. はい、この入り口での彼のお話はだいぶ長かったので、僕が分かりやすくちょっと要約しますね。まず一つ目はですね、このラカンドンのジャングルは約200万ヘクタールの広さを持っていて、これは東京ドームの40万個分で、北アメリカで一番大きな熱帯雨林だということです。2つ目はですね、このジャングルにはたくさんの植物が生えていて、ラカンドン人は全てを熟知しているということですね。例えば食べることのできる葉っぱや果物だったり、体のあらゆる部分を治療することのできる薬草の数々などがあって、ラカンドン人はもうこのジャングルと完全に一体となっているっていうことですね。3つ目はですね、この森にはたくさんの野生動物が生息していて、このツアーで見ることもできるかもしれないそうです。で、運が良ければなんとジャガーも見れるとのことです。で、4つ目はですね、ラカンドンに流れている川の水はもう綺麗そのものであって、もちろん飲むこともできるそうです。これってもうメキシコではめちゃくちゃ貴重なことなんです。で、最後5つ目は、この
この森はラカンドン人にとって特別で神聖な場所であり、森を守るために新しい木を植えたりすることも行っているそうです。それではラカンドンのジャングルについに入っていきましょう。うんふん、OK、OK。Uh-huh. Lo conocemos como nombre guanacastre. Esta tiene 5 años. Crece bastante rápido. Wow, ¿es solo 5 años? 5 años. ¿Este árbol? Es muy grande. この木5歳。この木5歳らしいっすよ。ロドルフォ曰く、このジャングルの中では誰も木を切らないし、動物を無用意に殺めたりしないそうです。ラカンドン人は常にこの森を守っているんですね。そして川が出てきた。はい。No tienes necesidad de agua porque el agua la tienes. Ajá, okay. No tienes necesidad de afuera, todo aquí es gratis. Ah, okay. ¿Quieres probar? ¿Es rica? Okay.美味しい。Muy limpio.エリコ、はい。いや、レセプションのおばさんに水とか持ってった方がいいよって言われたけど、絶対いらんかったことね。だってそこら中に川、綺麗な川の水が流れてるんだからさ、そこで飲めりゃいいやん。普通に邪魔なんだけど、これ。北米のアマゾンとも呼ばれるラカンドンの森、なんとメキシコ全体の綺麗な水の 30% はここの川から生まれていると言われています。¿Qué significa tiene ropa blanca? Para que observa que nosotros dónde exactamente somos los lacandones、uh-huh. que estamos cuidando todas las animales, todos los árboles que hay. Ah, sí. Esta tiene 200 años. 200 años. Wow. Esta es la madre de toda la...que trae la energía de todo、uh-huh. plantas, animales, todo lo que es peligro. Ah, ¿este hongo puedes comer? なんと木に生えていた白いキノコを見つけるや否や、これ食べれるんだと言い出し、おもむろに掴み出しました。また comer así? わお、gracias. Es muy buena.すげえ、バクバク食ってる。わお。じゃあ俺も食べてみよう。いただきます。死なない、死なないことを祈ります。あ、うめえな。ん、エスムーブエナ、エスムーリコ、うめえ。エスペロケジョノボヤムエルト。めちゃめちゃうまみがジュワーって出てくる。普通にめっちゃうめえキノコだった。生であんな食べてうまいキノコあるのかな。めちゃめちゃうまかった。この後も本当にたくさんの食べれる植物を見つけては、これもこれも食べれるんだって僕に勧めてきます。うん、es medicina que ayuda a limpiar la grasa de nuestro cuerpo. Ah, sí. Ah, puedo comer así? Mm. Para que yo no necesito doctor. Ajá, así.Las herbas. Ajá. Wow. キュウリみたいな味がするらしい。ほんのり甘いキュウリみたいな。なんか体にいいらしいから食べよう。Otro hongo que se come. ¿Ah, sí? ¿Este es diferente? Es diferente. ¿Ah, sí? 確かに硬い。うん。これは美味しくねえな。これは美味しくはねえ。もうたくさんありすぎてね、全部は紹介できないのでダイジェストでお送りすると、これがお茶にして飲むと頭痛に効く葉っぱの枝、これがお酒の後に食べるといいらしいビタミン補給の葉っぱ、これが酸味強めの小さいブドウで、服を赤色に染色するのに使う樹液が出ている木、これもまた頭痛に効くらしい葉っぱの枝。何個目だ食うの。
こちらが歯磨きすることができる枝の部分。かい感じ？ちょっと分かんないけど、かい感じ？こちらは地面に落ちてたオレンジ色をしたフルーツ。これはなんだっけな、でもうまいやつや、パパイヤみたいな感じかな。うまっ、ムーリコ、わお、ムーブエノ、パパイヤ、サポテ、うん、あ、これ全部食いてえぐらいうめえ、うまっ。これはね、3000円の価値ありますよ。すごいもんな。しかもこの子まだ20歳だからね。もちろんそういう学者とかでももちろん何でもないし、ただそういう環境で育ったからこういうことを全て知ってるっていうね。おもむろに葉っぱをちぎってちぎるのは何回目でしょうかね。これはね、どうせ食うんやろ、どうせ食うんだ。消せそう。切り傷とかの痛みとかに効くみたいな感じらしいですね。僕今ちょうどここに親指にちょっと切り傷あるんですよ。これに聞いてくれればいいですね。っていうか、じんじん聞いてきた気がする。ラカンドンの中でもプラシーボの効果は絶大です。これが僕のこの親指の切り傷、そのここでできたわけじゃないんですけど、これをキュアしてくれる葉っぱらしいです。ガシガシって噛んでまずつけるとこんな感じ。このね、なんか出てくる葉っぱの液体みたいなのがその切り傷とかそういう傷に効くらしいですね。いやー、じんじん効いてます。でもなんか、いや本当に冗談抜きでマジでなんかピリピリってしびれてきたかもしれない。いや本当に効いてる感じするわ。すげえ、本当にする。今¿Cuántas personas viven en la selva de Lacandón ahora? Nosotros somos 800 habitantes. ¿800? ¿Solo 800? Sí. ¿Y eres solo una de 800? Sí. ¡Wow! Rodolfo iba a decir: Lacandón人の夫婦は1人から2人しか子供を産まないそうです。その理由は、このジャングルの中で生活するのに、そんなに子供の数は必要じゃないし。人が多くなりすぎて森に悪影響を及ぼしたくないからという理由だそうです。この後もラカンドンにしか生えていない綺麗なお花を見たり、紹介しきれない量の薬草の種類を教えてもらったり、面白い形の木を見たり、綺麗な川を渡ったりしながら森を進んでいき、こちらの川と滝がある折り返し地点に着きました。というわけで、行きにも食べたキノコやブドウなどで栄養補給しながら、今来た道を折り返し歩いていきます。ただ、夕方6時を過ぎたあたりから周りはどんどん暗くなり始めました。まあ、皆さん何も見えないかもしれないですけど、このラカンドン人の男性たちがこうやって白装束を着ているのは、夜にこう森を歩いている時にどこに誰がいるかとかもう分かるようにっていう意味も含まれてるらしいですね。なるほど、確かにそれはもう完全に生活の知恵ですね。本当にはめっちゃ真っ暗の中歩いてて、正直僕足元全然見えてないんですよ。携帯のライトを使って下照らしたいぐらい本当に真っ暗なんですけど、でも目の前の彼本当にズカズカなんか歩いていくんですよね。すごいなと思って、本当に目が慣れてる、なんかそういうもう順応してるんだなっていうかね。まあもちろんここで生まれ育ってるからもうそういうことになってるんだろうけどさ、もう俺全然見えないもんマジで。怖いもんな。滝が綺麗だな。森の終わりに着きました。Así llegamos. Espero también. Muchas gusto, gracias.はい、というわけで、ホテルがある場所にね、帰ってきました。今ね、7時半ぐらいですね。なので、大体全部で、その森回るのは3時間ちょっとぐらいでしたかね。ちょっと今からはもう何もできそうにないので、
とこに着こうかなと思います。疲れたんで、おやすみなさい。というわけで、ラカンドン人がいかにこの森の住人だということを学んだ次の日。わあ、すげえ、タバコ。この人は吸わないけど、この人。次回はラカンドン人の昔の暮らしぶりや変化した今の暮らし、1000年以上前に建てられたラカンドンの遺跡などを紹介していきます。後編もこうご期待です。森のアンバーを使ったネックレス。Mango, mango, 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 mango